シンプルな練習ですが、一つ一つに狙いと考えがあり、すべてがマルバの基礎になりますので、コーチの伝えている言葉を意識して練習してみてください。2回ずつタッチ、2回ずつタッチ。で、ここでのポイントが2つありまして、この軸足。で、触る位置なんですけれども、イメージとしてはこの足の裏の指の付け根のあたりでボールをタッチすると、スムーズに、右足。それでは、ひし形ダイヤ型です。ひし形ダイヤ型の1対1の、説明になります。ひし形ですので、ディフェンスが前に立った時に右斜め前、左斜め前が、イメージしやすいかと思います。この間合いに入った状態で足かわそうとしたりタイミングが合わなくてバチンってなっちゃうことが多いので、ここは重要なんですが、行こうとしたこの動作に入った瞬間、この動きですね、この動きを、しっかり確認できているかどうかっていうのが、だいたい大きく分けると今の3つを、まずは理解して頭に入れた状態で1対1を、まあそうですね、相手によって間合いが変わったりするので、たくさん繰り返しながら自分が一番行きやすいタイミングとか角度を、見つけていきましょうというのが基本的な考え方とやり方になります。では実践の方で、チャレンジしてみましょう。